それではメンバーの紹介です。ホームのカターレ富山スタメン予想フォーメーションでご覧いただきます。 4-4-2 です。前節と同じメンバーになります。ゴールキーパーは田川、ディフェンスは大山、大畑、今瀬、安光、ダブルボランチはアルトゥール・シルバと末木、サイドハーフ右が松岡、左が伊藤、ツートップはマテウス・レイリアと高橋俊太で予想しています。アウェー FC 岐阜のメンバーです。スタメン予想フォーメーションでご覧いただきます。前節からスタメン5人変えてきました。ゴールキーパーは大野、今シーズン初出場になります。ディフェンスは右から藤谷、遠藤、川上、萩野、ダブルボランチは庄司と柏木、サイドハーフ右が久保田亮、そして左が村田、ツートップ山内と藤岡で予想しています。村田中へヘディングで落としていく柏木、庄司がボールに追いついた、縦を選択する、中に入ってきた、藤岡中へ入れてというところ、まだ続いている、村田シュート、投げてくる、村田のシュートは奥から外れていました。しかしいい形を作りました。岐阜です。高橋俊太、柏木が行く、ファウルになりました。リスタート、松岡に入っている、エリア中に4人入ってきた、富山抜く、松岡カーブをかけてきました。フィールでマテウス、マテウス・レイリア、伊藤もいる、そこーと出したところ、伊藤だ、先制はカターレ富山、伊藤 J 初ゴールが出ました。マテウス・レイリアからのボール、伊藤が要求したところにマテウスが入れ込んで、そして伊藤が決めました。高橋のヒールも良かった。そしてマテウス、ドリブルで駆け上がって、ここ伊藤がここ指示を出しました。その足元、ただ岐阜の高い位置ボールが動いています。マテウス・レイリア戻ってくる、ここは処理しきれていない、チャンスになる、藤岡のシュートです。富山も前半に比べると後半は少し得点力が落ちます。さあここはチャンスだ、トカチャールズ、田川ナイスセーブ、枠は捉えていました。コーナーキックになります。キーパーに預けるドカチャールスがプレッシャーをかけに行くが、田川前線にボールを当てて、ここはいい形になったぞ、シュート、最後は野口、大野から、大野洋平から野口というところでした。柏木粘って後ろに預けて、庄司から長いボール左サイドへ、和田中に入れてくる、田中のシュート、もう一度ある、もう一回決まった、同点ゴール、岐阜村田です。田中のシュートは防ぎました富山。林道ヘディング前線に送り込めない、左サイドへ、主審が時計をちらっと見た、
ここで試合終了の笛。富山1点リードは守りきれませんでした。岐阜よく追いつきました。1対1のドローです。